やっと帰ってきたのね。ダミアンも無事で本当によかった。あら、クイーンじゃない？みんなあなたに会いたかったのよ。どれぐらいぶりかしら？2年？ 3 年？まあ、数年ってところかな。シャニさん、ダウナエおばあ様をどちらに？私たちの友人を紹介したいのですが。新しいお友達？ほら、あなたはブライトの人。明治？ああ、風語りみたいに普通の人にできないことができる人のことね。封鎖中なのに外からお客さんが来るなんて。しかもライカとエルロンのお友達ということはきっとすごい人なのね。ああ、ダウナエ様に会いに来たのよね。でも残念、今ちょうど用事で出かけてるのよ。茨の護衛隊の巡察にブライト傭兵とのいざこざ。賢者様も大忙しよ。そういうことならしばらく待つしかありませんね。でもコリンおじさんの腕はこれ以上待てないよ。喧嘩事は大人たちの仕事。僕はコリンおじさんの新しい義手を作らなきゃ。すみません、しばらくお待ちいただくことになりそうです。その間ルナレイク村を見て回ってはどうでしょう。ご安心ください、ここの人たちは外から来た人に友好的です。コリンさんもこの機会にゆっくり休んでください。いい質問だね。好奇心はひらめきの第一歩、そしてその次が実践さ。こっちこっち、もういくつか改良のアイデアが浮かんでるんだ。まずはイブスハーブ園に行こう。ベルディアの発明がどんなにすごいか見せてあげる。おお、ダミアンじゃないか。また来たのか。ビジランツの隊員が大勢で探してたぞ。一体どこに行ってたんだ。うっかり迷宮の奥に入っちゃったんだ。でもそんなことよりディーンおじさん、促成鶴はまだ植えてある？あれで新しいものを作りたいんだ。もちろんだ。南西の隅っこに生えてるぞ。いつものように水をやるだけでいい。くれぐれもおかしな薬剤をかけるなよ。また変なのが無限に増えちまったらたまったもんじゃない。別に危険なものじゃないよ。それに発明に失敗なんてない。まだ使い道が見つかってないだけなのさ。ありがとうディーンおじさん。急いで促成鶴を取りに行こう。よし、新しい義手の大まかな外見は完成したかな。まあまあだね。信じられん。あんなシンプルな原材料を切ったり削っただけで形にしてしまうとは。えへん、ひな型を開発するときに何百回と作業を繰り返したからね。他にも見て、この作業台は僕が一からデザインしたんだよ。それと家の裏にたくさんある6例の木彫りも発明の合間に彫ったんだ。まさかユグドラシルでこれほどの技術にお目にかかれるとはな。おじさんが助けてくれたことに比べたらこんなの大したことじゃないよ。これからもっと驚くものを見せてあげるね。加工工程はもう終わったけど、義手を完成させるにはもっと材料が必要だ。こ
ここからが難しいところなんだけど。ああ、やっと見つけた。ダウナエ様が帰ってきたの。賢者の庭であなたたちを待ってるわ。エルロンとライカも先に行ったわよ。もう帰ってきたの？僕はまだ義手の処理がいくつか残ってるから、みんなは先に行ってて。大人たちの話は複雑でつまんないから聞きたくないんだよな。僕の思考が鈍っちゃうよ。おばあ様、今お話ししたようにブライトの傭兵たちはわざと私たちとブライトの関係を悪化させようとしているようなんです。それに茨の護衛隊の動きも怪しい。彼らは対立を煽るためにダミアンを迷宮の中へ追い込んだんですよ。それだけでなく、彼らはダミアンの失踪をブライトの難民たちのせいにしようとしていました。私たちが駆けつけなかったらどうなっていたか。なぜイバラは変わってしまったのです。保守的だったとはいえ、ここまで極端な人たちではなかったはずだ。イミルの老いぼれが言い出したに決まってるさ。この前の賢者会議でイバラの護衛隊から報告を聞いた後、あいつはきっぱりと言い切ったんだ。腐敗はよそ者が持ち込んだに違いないってね。だから封鎖令を敷いたのさ。提案したイバラの護衛隊は当然それを支持したけど、私とアルドンが反対したから結局言い合いになってね。おばあ様、イミル様と口論になったんですか？口論？天井に風穴を開けなかっただけありがたいと思ってほしいね。とにかくお互い不機嫌なまま会議が終わってから、イミルはずっと私を避け続けてんだ。アルドも調べたい情報があるとか言ってバドーゾ山脈に行ったっきり、たまにしか風頼り送ってこない。それではおばあ様にイミル様に会ってもらって封鎖令を解いてもらうのは無理なんですね。あいつと会う？あの老いぼれが私に会ってくれるならとっくに会ってるよ。いいかい、あんたたち、三権だろうと何事も慎重に考慮してから決めなきゃならない。偏った意見だけに耳を傾ける者を賢者とは呼ばないんだよ。おや、こっちへ来てよく見せておくれ。お前さんがエルドンたちの言ってた森の腐敗を浄化できる明治だね。さっきルナレク村の近くで新しい腐敗が見つかったんでね、万が一のために確認しに行ってたんだ。なんだって、村の近くにまで腐敗が？大変だ。万が一腐敗がルナレイクの水まで浸食したら村が大変なことになるかも。おや、チビウサギにもついに責任感が芽生えたのかい。これならライカも安心できるってもんだね。ばあちゃん。お若いね。それじゃルナレイク村の近くにできた腐敗は若いもんに任せるよ。ブライアン、あんたはここに残ってアルドンのジジイに風語りで連絡しな。今日こそは返事をよこせってね。はい、ダウナイ様。喜べ、我々の勝利だ。
ますさ。ここに生えてる腐敗した木の根もなんだか変ですよ。さっき地面に潜って見てみたのですが、地下の根っこが南東方向に向かって伸びていたんです。地面に出ている部分はちょっとだけなのに、真っ暗な地下には長い根っこが毒蛇のように。やめて、毛が逆立っちゃうわ。何か気づいたんですか？森の入り口と難民キャンプの近くにあったのはちゃんと見てませんが、迷宮の中に生えてたあの腐敗したマカの根っこは確か真東へ伸びていました。何か規則でもあるのですか？ビジランツのみんなで除去を行った時は人気のないところに多く分布していることは分かりましたが、地下の根っこも掘ってみましたが、あまりにも広がりすぎていて、近くのを掘り返して蔓延速度を少しでも遅らせるのが精一杯でした。ではひとまずそれらの位置を記録しておきましょう。ちょうど紙とペンを持っていますので。ばあちゃん、腐敗した木の根は彼が浄化したよ。どう？僕が連れてきた明治はすごいだろ。あなたがはしゃいでどうするの。ふん、苦労して彼を見つけてきた僕だって手柄はあるだろ。ほらほら、皆さん、ダウナエおばあ様の前で言い合いはやめましょう。駆け出しに毛が生えたような子供が、一人前にはまだ程遠いよ。やっと戻ったんだね。儀式に必要なものはもう用意してあるよ。コリンおじさんの新しい義手を完成させるための最後の工程だよ。6例の祭壇で祈りを捧げるんだ。あ、失礼しました。私たちユグドラシルの民が崇める神を紹介していませんでしたね。私たちは大地と川の神ミサタ様を信仰しています。ユグドラシルに厄災が訪れるたび、ミサタ様は六霊の姿が現れ、皆を導いてくれると言い伝えられています。そして月日が経つうちに、私たちは六霊の石像を作り、祭壇を建てるようになりました。重要な記念日や大事な決定を下す時などは、神のご加護を願ってミサタ様に祈りを捧げているのです。もちろんおじさんの新しい義手が長持ちしますようにってミサタ様に祝福してもらうんだよ。今まで使ってた腕は長年の使用で促成鶴の活性が弱まってたことが分かったんだ。そんな状態で僕をかばって攻撃を受けたから完全に機能が停止しちゃったんだよ。ミサタ様が必ず祈りに応えてくれるとは限らないけど、物は試しさ。それにもし祝福をもらえなくても大丈夫、構造を調整したから前のよりも間違いなく長持ちするよ。